わしの名は何べいぬしろ、人生そんな甘くないよ、何べい。おおおおカモン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 南米ってね、何の手ねこれは、うわおうわお言ってもったけれども、いや今日はね、夏を満喫してへんかったやねんかいことでね、これもうね、最近司会の仕事もクビになりましてね、仕事ばっかり探しておりましたら、この夏祭りを夏祭りをこれ満喫 してなかったやな、これは。いうことで今日はね、夏祭りを満喫してね、来ておるということでございますわ。うわお寿司をまずね、何でしょうか、一曲歌い注文やってみましょうか、これはね、やってもましょうか、言ったけども、おう喜びの酒承知くばい、マグロ、おっさん、マグロって。おっさん、マグロ、マグロ横さんかよ。どないねこれ。もういいわ。ほんならね、ちょっと、あれをね、叩きに行こうかな、わしは。どんどんどどんどんどんど南米ってね、叩きに行きますよ、これ。どん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 南米、まったく南米、めちゃくちゃ太鼓叩いてる。これは誰ですか。やってられない仕事。誰ですか。何があったんですか。 お久しぶり、南米。あ、お久しぶりです。ね、もうね、これね。カリカリ、カリカリしておりますけれども。そりゃするよ。どないなってますか。上司がね、もう、やめたい、もう、こんなの。前は、なら、その、カリカリ具合を、カリカリ具合ってなんやね。何ですか、カリカリ具合って。祭りでも女行きまよ、わしとね。どないでっか。警備をやめ、よし、やめてやる。それで警備をしとったのかね。何ですか、この沈黙。あ、そっか、撮ってるの。祭り案内してほしいんですか。あ、お願いします。汗かきました。私はめっちゃ汗かきましたけど。そりゃかきますよな、あんだけドンスカドンスカドンスカ言ったらね。もう一回叩いてもいいぐらいですけどね、これ。おえわい、ええゆでんな、これは。あ、よいよいのよい、よいよいのよいってね、これよいよいのよいや、これは。いや、楽しいでんな、これ。祭りはね、どないでっか。おい。仕事中に温泉入ったとか言わないでくださいね。あ、わかりました。秘密にしときますよ、それは。うほう。お？おう？で、仕事は、おいおい、何でしたっけ、決まったんだっけ。あ、決まりましたよ。具体的にどんな仕事になったら、闇金とかだったらまた逮捕しますよ。いや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 、ちゃんとしたね、これ仕事をやっとりますよ、わしは。なんならあれでっか、ご案内しましょうか、わしの職場まで、これは。じゃあ、ぜひぜひ。もうここの警備も交代するんで。ほんなら行きまひょ。てか交代したいよね。じゃないと私もう一回太鼓叩きますよ。それはあかん。止められたよ。おう。というわけでね、ここがわしの職場でございます。うわう。
で、これどっから入ってきたんですか？お姉さん、それは。それ私も聞きたいんですけど、ここの柵を乗り越えてきたんだ。それは立ち入り禁止やよと言えるかい。だから立ち入り禁止なの、ここ。おう、わけあってね。まあ案内しまよう。わけあるんだね。でも学校、ちょっと待って、今日行く免許持ってるの？これはあれでな、教師いうことではなくて、あれでな、主語教室よね。わしはこれ開いておりましてね、そこの前、なんかね、そう、ちょっとちらっと聞いたんだけど、正しい主語教室みたいなね。そうやりたいって言ってたのは私聞きましたよ、交番で。そう英語、中国語に次ぐ主語いうことでね。あ、で、ここ先行くと、一応購買部のおばさんはいるんですか？これ購買部のトミコさんの人ですね。トミコ、字なんて書くん？これはカタカナです。古いなぁ。でも結構学校の野球部とかのグローブとか売ってるんですね。何でも買えますよ、これ、トミコさんからはね。あ、そう。でね、ここが私のね、働いてる教室でございます、これはね。さあ。何でっか？立ち入り禁止でしょ？え？これ、古びた学校の、ってか、生徒はいないんですか？生徒はもう下校しましたな。もう教えてるの？おう、もう970人ぐらいもう生徒がおります。本当に、ごめん、もう一回人数言ってもらっていいですか？970人です。70人ですね。はい。おお、結構すごい。まだ準備中？そうでんな、これ朝からですからね。まあ、ここでね、日々教えておりますよ、わしは。行列のできる講師や、わしは。すいません。え？なんでか？ここにお札が貼ってあるんですよ。それに気づいてしまいましたが。はい、思いっきり下にタイマーの札。いや、ここは実はね、牛蜜時になると、なんや、えらいもんが出るいう噂でね。おお、大丈夫？ダメだね、これね。これ2年1組なんかろうそくとか置いてあるか。これ、お疲れ様でした。またかい。こっからは出られまへんで。お疲れ、出ないぞ。こっからは出られんわ、とるわけや。出ないぞ。400円あげるから出してください。あきまへん。いや、だからさ、ちょっと待って。ちょっ。え？な、行きまひょうか。いや、行きましょうかって。何が？ほら、なんか出たし。え？なんだ？持ってるの自分だけじゃん。あ、持ってまへんか、あるな、ハマ。この懐中電灯。持ってないというか、
どうやったら。いや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 。ちょっと待って、これ撮ってるだろ。ちょっと。ほな、行きません。いやいや、あの、アイテムとかないの、なんか。ありまへん、それは。あ、私なんで来たんですか。ほら、また出た、ほら、なんか。このね、学校には、よからぬものが住んどるということやから、退治しに行きまよ。おう。いや、その筋の人に頼んだらいいでしょ。拳銃持っとるが、拳銃持っとるやろかい。撃っちゃいけないんです、これ、あんまり。あ、ほんまでっか。まあ、行きましょうや。ね、だから、私になんか相手はないのかっていう。ありまへん。はい。さっき言ってください。わしは後ろからね、照らしますから。うう言うてね。うるさいな。ほら、もうだって人玉見えとるじゃない、ちゅう。なんじゃあれ。はよかんかい。はい、行きますよ。行きます。行きますけど。大丈夫。ほら、言おうと思ったんだよね。こん。あ、そうです。はじめまして。いや、何が出るか分かりませんね、これは。あ、教室の入り口がようわからん。ここ個室に入んの？は？え、ちょっと待って、雨漏りしてないですか？ねえ、雨漏りしてないですか？それは知りまへん。それはわしもちょっとほんまにわかりまへん。ちょっと、懐中電照らしてますよ、ほら。え？ほら。え？今の何ですか？何が？これ私の影ですか？今なんかおりまへんでしたか？さっきさ、何もいませんとか出ませんって言いましたよね。ちょっと。何？何？だ。これね、ものすごい取りづらいな、これ。だろ？これほんまにあの、これ、懐中電灯がね、これ、あの、を刺した場所しかこれ何も見えへんことでね。なんか音が、すごい音がしてる。ものすごい音がしてるよ、これ。おう。三味線？牛三つ時。おい。何？なんか変な音しまへんでした？これ。あなた初めて聞いたでしょ、今の。今の初めて聞きましたね。ちょっとね、このモードにした時間もあんまり、ほんの数秒やったもんでね、これ。何が起こるかはほんまには分かってないという、わしもね。あ、じゃあ、ちょっと待って。あかん。私三つ編みじゃない。私三つ編みじゃない。何が？いや、何がじゃない。私三つ編みじゃない。何？え？私三つ編みじゃない。影？私三つ編みじゃない。どういうことやねん。そこに三つ編みの影があるってなって。ほんまに怖いって、それは。ちょっと、出て左移して。ちょっと、あかん。鳥肌がほんまに止まらない。そこ右にも影があるんだって。ちょほら。え？ほら。ちょっと、どこ？え？
ここちょっと私の後ろで照らして、あれ消えたぞ。え、こことここに三つ編みの子がいるんだって。あ、今こう私のとこにもいたよ。え、わしには見えてまへんで。これはあれでか、あのリアルなやつか。ちょっと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 、違う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 、ちょっと今足音をしまへんでしたか。これだってここほら、向こうから覗いてる人がいる。またまた。いや、だってこっち私の方向を照らしてみ。三つ編みの子が映るんだってかけて。ってことは何、後ろにいるの。え、ちょっと待たんかいな。でしょ、こ、いや、こっちには映ってまへんよ。で、そっちの、こっちの影で三つ編みの子が二人映ったんだって。それはほんまにあかんやつでないでっか。いや、ほんとに見えたんだって。ちょ、え?ちょ、何?足音、足音。いや、ちょ、本当に、本当に。いや、だから、はいはい、三つ編みの子が。え?ちょっとほんまに怖なってきたよ、これは。いや、だから自分でだけで探すと、私真っ暗で何も見えないんだよ。もやかかってきたよ。どこ行った?何を知ってんだよ。置いてくなよ。えって何。え、何これ。え、何これ何。え、なんかここでね、あのアイテムが手に入ったんですけれども、うん、え、そんなん知らんがな。あたしどこにいるの。いや、まあなんだかんだ言うて異常なしいうことでええんでっか、これは。あるんだ、だってこ、三つ編みの子、三つ編みの子、ここに三つ編みの影が、三つ編みのこの影が。何回三つ編み言うねん。この消火栓のところと こっちにちゃっちゃって何回も動いて映ったんだって。それはほんまに赤いやつですよ。違うよ。違うよ、やれよ。ちょっと、まあ、これわしの顔見えてます。お、あかんあかん、こっち来たらなんか足音がするんやって。するんですよ。でもこの人体模型が全然怖くないっていうね。え、だ、じゃあ何で先行ったの。どうもそれが全然怖くないんだって。せっかく仕掛けた肝試し、自分がビビっておじゃんぴー、今後どうなる南米ぬしろう。歌うのは暴山寛一郎で夢芝居。花舞台行く先。
手に取り始めたなっていうすいません、やっぱ怖いんで、それやめてもらっていいですか